千秋直美は日本の元歌手、元女優。1992年に夫の五栄治と種別して、以降、一切の芸能活動を完全に休止し、事実上の引退となった。義兄は俳優の獅子戸城、そして義尾は獅子戸会である。結婚後に所有した不動産のオーナーではあるものの、実業家として表立って活動しているわけではない。 神奈川県生まれ、東京都板橋区育ち。三姉妹の末っ子として誕生し、芸事の好きな母の影響で4歳で、タップダンスを習い、5歳の時に地劇にて、初舞台を踏む。幼い頃から歌が好きで、4歳の時から米軍キャンプを回って、ジャズを歌う。小学2年生の時に、神奈川県藤沢市辻堂へ転居し、藤沢市立辻堂小学校を卒業。 富士沢市立商用中学校へ進学する。中学2年生で、大田区立大森第三中学校へ転校。中学3年生で、新宿区立大久保中学校へ再転校する。日本コロンビアのオーディションを受け保留となり、作曲家、鈴木敦氏の下で1年4ヶ月レッスンを受ける。デビュー前は、橋幸夫や、小間取姉妹の前座歌手を務めていた。 1969年21歳の時雨に濡れた墓上で歌手デビューした。デビュー当時のキャッチフレーズは名字がなくて名前が二つ魅惑のハスキーボイン。芸名は当時のフジテレビのプロデューサー千秋を読む夫の姓を千秋と読ませ坂本龍馬の意味名の名を成りからナオミとした。作詞家の吉田左官はデビュー曲の他に大ヒットとなった。 喝采、くれないトンボ、冬、隣な,など数々の曲を作り上げてきた。その後も、千秋と進行があるという。1970年に、4つの、お願いや、X、Y イコールラブがヒットし、人気歌手となる。同年、4つの、お願いで、第21回 NHK 紅白歌合戦に、初出場、以降1977年の第28回まで8回。 連続出場した。四つの、お願いや、X、Y イコールラブの頃は、いわゆるお色気アイドル路線にて活躍した。元祖ドッキリカメラや、コント55号の裏番組をぶっ飛ばせ、などのバラエティ番組に出演し、歌手でありながら体当たりな仕事もこなした。1972年、代表曲となる、喝采が、第14回日本レコード大賞を受賞し、 その年の年末から翌年にかけて、オリコン集計で80万枚を売り上げる大ヒットとなる。この曲は、当時、千秋の実体験をもとにして作詞されたという触れ込みで、プロモーションされたが、実は、全くのフィクションであった。実際には、前座歌手時代に兄のように仕立っていた若手役者が休止した体験を持ち、それと歌詞の内容が偶然似ていたために、 実体験とすることで、プロモーションに勝すという戦略を取ったと言われている。歌詞祭、劇場、夜間飛行などの楽曲は、歌詞の設定や内容から、ドラマチック歌謡と言われた。レコード大賞受賞後も、1973年に、夜間飛行、1974年に、演舞曲などのポップス系ヒット曲を発表する一方、演歌では、船村演歌ならやってみたいと、 1975年に、定め川。1976年に、酒場川、矢切の私。1988年には、くれないなどの作曲家、船村徹の作品を多く歌った。また、ニューミュージックのアーティストから楽曲提供を受け、1977年に、中島みゆきの、ルージュ、友川和樹の、夜へ急ぐ人。1978年に、 川島英語の、雨雲1988年には、アスカの、伝わりますかなどをレコーディングした。夜へ急ぐ人は、第28回 NHK 紅白歌合戦でも、歌われ、紅白の舞台での千秋の危機迫るパフォーマンスが、視聴者の度肝を抜き、白組司会の山川静夫は、なんとも気持ちの悪い歌ですね、と発言するなど、話題になった。 1976年2月、テレビドラマ、大都会戦いの日々の第8話として、俺の愛した千秋直美というサブタイトルの作品が放映された。実在する現役歌手がサブタイトルにフィージャーされること自体異例であり、千秋の代表曲、喝采がドラマの内容に深く関わっているものであった。バラエティ番組への出演も続け、演芸番組では、 ミソラばりのモノマネを本人の前で披露しひばりの爆笑を誘ったり、金ちゃんのドンとやってみよう。では、萩本金一と視聴者からのハガキによるコントを演じるなど、多彩ぶりを見せた。1973年、元祖ドッキリカメラやドラマ、くるくるくるりなどで共演し、交流があった俳優のシシド城が千秋に、実定の俳優、郷英エを紹介。 1978年に佐藤と結婚した。その午後は俳優を引退。千秋の個人事務所、瀬川事務所を設立し、佐藤が社長兼マネージャープロデューサーとなった。千秋はヒット曲を追うのではなく、自分が歌いたい歌にじっくり取り組みたいと、しばらくの充電期間に入り、移行歌手としてのテレビ出演の機会が減ったが、レコーディングはマイペースながらも、 精力的に言った。里は夫婦の生活の基盤として、疲労に純喫茶、カーリードを開店。里がコーヒーを入れる、喫茶店は業界人の溜まり場となり、千秋も充電期間中には店を手伝ったこともあった。1980年には映画、像物語主題歌のアフリカのテーマ風の大地の子守歌。 アフリカンナイトをレコーディング、同映画のサントラ版にも収録された。1981年10月、ビクターからシャンソンを歌ったアルバム、それぞれのテーブルが発売された。同年11月4日、新宿ルイードで約3年ぶりにステージに立ち、昔のレパートリーは一曲も歌わずすべてシャンソンを歌った。また、この頃は女優としてテレビドラマにも出演した。 1982年、1976年に発売されたシングル、酒場川の B 面に収録されていた、矢切の私が、梅沢文夫の舞踊演目に用いられたことで話題になり、日本コロンビアからシングル A 面として再発売された。しかし、千秋が当時ビクターに移籍していたことや、千秋の当時の活動方針などから翌1983年2月に、 細川かし版が発売された際に廃盤になった。その後、細川版はミリオンセラーを記録し、第25回日本レコード大賞を受賞した。しかし、優先チャートでは、千秋版が1位を独走し、作曲者の船村徹も、なるほどね、いいところに目をつけるなと思ったよ。ただ、歌っている姿がおよそ見当もつかない。美声ではあるが、 細川くんの歌い方は一本上司な感じで、千秋くんは鑑賞用、細部まできっちりと聴かせる歌だから。正直に言うと、細川版は楽曲の難しい部分を省略しているので、なんだ、これなら俺にも歌えると世間に思わせる、歌い方でしたね、と千秋の矢切りの私を評価している。1983年、ビクター時代唯一のシングル、アゲーンが発売された。 1980年代前半には、それぞれのテーブルでのシャンソンの他幅広いジャンルの歌を歌った。300クラブでは、スタンダードジャズを歌い、洋楽のカバーアルバムもリリースしている。また、早くから、ポルトガルの民族歌謡ファードに関心を示していたといい、自ら歌ったファードを収めた、アルバム、街夢を発表。1986年には、 TBS テレビの旅番組の企画でポルトガルを訪問、現地の風土や人々の生活にも触れた。またこの頃には、本人の演劇性やコミカルな面を活かし、女優やタレントとしての才能も変われ、テレビでの活躍の場を広げた。1987年からの大日本女中菊、タンスにゴンの CM シリーズでは、癖のある主婦を演じる。第一作はタンスにゴンを手に、 座宅の前で泣いている主婦のバージョン。1990年の自転車に乗った共演者、三河健一にもっと端っこ歩きなさいよと注意されるバージョンは話題を呼び、三河の再ブレークのきっかけにもなった。自動車教習書編、デュエット編なども作られ、面白い CM シリーズとして知られた。1988年、定築に移籍し、シングル、役者を発売。 約10年ぶりに本格的な歌手活動を再開し、テレビの歌番組に出演するなど、精力的な活動を行う。NHK 歌謡パレード88のオリジナルソングとして番組内で歌唱したくれないトンボが話題となり、第39回 NHK 紅白歌合戦に11年ぶりの出場を果たした。1989年1月、母が死去。 水原博士のオリジナル曲をカバーし1991年に発表された黄昏のビギンは同年と1999年から2003年2011年に戦後間もない頃に尾畑みのるが歌った曲をカバーした星影の象形は1985年1992年2006年テレビ CM に使われた1989年11月には 初の舞台作品となるミュージカル、レディ・デイに主演し、ジャズシンガーのビリー・ホリディ役を演じた。ほぼ一人芝居で進行するストーリーでの歌と演技は好評で、翌年も再演された。1991年にも舞台、ソングデ・デイズで主演を務めている。カモメの街や、冬となり、現時点でのラストシングル、赤い花などを作曲した杉本雅人は、 最も尊敬する歌手は、千秋直美と語っていた。しかし、1992年9月11日に、夫の五栄治が病死。彼が、ダビに伏されるとき、千秋は棺にしがみつきながら、私も一緒に焼いてと号泣したという。その数日後千秋は、個人の強い希望により、皆様にはお知らせせずに、身内だけで鎮家に送らせていただきました。 主人の死を冷静に受け止めるには、まだ当分時間が必要かと思います。皆様には申し訳ございませんが、静かな時間を過ごさせてくださいますよう、よろしくお願いしますという書面のコメントを公表。引退までは明言しなかったものの、これを最後に歌手業を含めた芸能活動を全面的に停止し、公の場には姿を現さず、マスメディアの取材等にも、 一切応じず、事実上の引退状態となった。里の死から半年後、義兄の獅子土城が開いた、佐藤忍部会にも姿を見せなかった。獅子戸によれば、その後自身とも全く交流がなくなり、2010年に義子の優子が死去した折にも連絡はなかったという。里は、瀬川家に向こう入りしており、千秋の母が眠る瀬川家の墓に共に葬られている。 千秋はその墓のある東京都心の寺の近くにマンションを購入し、在住しており、盆、悲願、活命日には、里の母さんを欠かさないという。1992年の芸能活動休業後も、毎年のようにベスト版 CD や LP 復刻版などのリリース、既発表 LP の CD 化が続いている。2000年に発売された6枚組 CD ボックス、千秋直美。 コレクションねあんたは4万セット以上を売り上げ、歌謡曲系の CD ボックスとしては異例のヒットとなった。2003年に通販のみで発売された10枚、組 CD、カセットボックス、千秋直美の世界歌比べも1万セット以上の売り上げを記録した。2008年10月には6曲のライブ未発表曲、未発表ライブ映像の DVD、本人提供の未発表写真集を含めた CD、 ボックス、歌手、千秋直美が発売された。プロデュースを手掛けた、桃源明が千秋を約2年にわたって根気よくくどき、映像を世に送り出すことを含めて了解を得たという。2005年11月には NHKBS2 で90分の特集番組、歌伝説、千秋直美の世界が放送された。これは反響を及び、 初回放送を含めて BS2NHK 総合で2007年8月までに計6回放送された。また、2007年2月には、テレビ東京、たけしの誰でも、ピカソで、民放では、初となる本格的な特集が組まれ、2008年1月25日には、その続編も放送された。2009年11月14日には、歌、伝説、千秋直美の世界に、 自習放送の番組予告、未公開映像素材を追加して、NHKBS2 で、歌、伝説、千秋直美、再びとして15分間延長の上、改めて放送した。翌週11月21日には、BS 丸ごと大前週、千秋直美が生放送された。この番組は、事前に視聴者から千秋の歌へのメッセージリクエストを、受け付。け、 それを元にした楽曲の歌唱映像を2時間にわたり一挙紹介したものである。2013年11月16日には NHK 総合ソングスで千秋が特集された。過去の映像とともに船村徹や桃源明の証言を交えた内容で同番組において長期休業中の歌手が扱われることは極めて異例であった。 デビュー50周年を迎えた2019年の4月17日にはコンセプトアルバムビギンが発売されたほか同年6月16日には BS テレビ東京で未公開映像などを交えた2時間の特集番組千秋直美再び始まる歌姫伝説が放送されたビギンは同年11月第61回日本レコード大賞企画賞を受賞 売り上げも3万5千枚を超え、ヒット作となった。千秋の歌詞吹きへの期待は根強いものがあり、ベスト版などの CD のリリースや特集番組が放送されるたびに活動再開を待望する声も上がるが、暴風からもう無理して歌うことはないという遺言があったとされ、本人も歌詞吹きを期待する声や音楽関係者の説得に応じていないと言われている。 彼女の才能を高く評価していた義兄の宍戸城も復帰を望んでいたが、宍戸は2020年1月18日に死去、その希望は叶わぬままとなった。2020年8月、元の、そして最後のマネージャーであった小賀慎一郎による、氷電、千秋直美沈黙の理由が、新庁舎から刊行された。矢切りの私、くれないトンボかさい、雨に濡れた。 お上ょうたそがれのビギンカモメの街日本コロンビア CBS ソニービクター提築ありがとうございます